この番組はホンダカーズに生きた鈴鹿未来日商ものづくりの情熱を技術で支えるベステックス共栄の提供でお送りします。4月になりました。新年度スタート、イエーイ。新入生の皆さん、新入社員の皆さん、新しい環境には慣れましたか？まだ4月なんですけど、私たちも社会人3年目になります。2年間あっという間だったな。あっという間だったね。ということで、こんな私たちですが、ちょっとさっきから私の話聞いてる？引き続き MC を務めさせてもらうことになりました。よろしく。ところで、今年はどんな番組にしたい？私はバイオレットのあんなこと、こんなこと、たくさん伝えたいよね。あんなことって何？こんなことって何？ま、そういうことよ。だいたいわかるでしょ？それは見てのお楽しみ。それでは今月もいきますよ。元気いっぱい。それではいきますよ。今月も元気いっぱい、楽しさ満点、いってみよう。スーパーゲストトーク、イエーイ。で、ゲスト誰もいないじゃん。本当だ。そうなんです。実はバイオレットは年に一度のお期間なんです。みんな里帰りしたり旅行に行ったりリフレッシュしていると思います。ということで、今回は2人で1年間振り返っちゃうか。そうしよっか。みんはどんな1年だった？私は今シーズン中盤から試合に出れる機会が多くなって確実に収穫が多い1年だったけど、まあ、終盤戦になるにつれて課題も多く出たので、来年もっと強くなってコートに立てるように頑張りたいなって思った1年でした。バイオレットに加入して2年目のシーズン、攻撃の要センターのポジションで司令塔としての役割を果たす。積極的にゴールを狙う姿勢も見せ、今季44得点84アシストを記録し、持ち前の笑顔と明るさでチームを支えた。ナナはどんな1年だったの？逆に私はシーズン途中に怪我をしてしまって試合に出られなくて、今まで怪我をしたことなかったから本当に悔しい思いをした。そんな1年だったよ。豊富な運動量を武器にディフェンスには欠かせない存在に成長したナナ。シーズン途中でキャリア初の怪我に見舞われ、初めてのリハビリ生活。今季の悔しさを来シーズンにぶつけてほしい。頑張れナナ。ということで、スーパーゲストいないトークでした。バイバイ。スーパーバイレットニュース。日本リーグ第23戦、今シーズン最後のホームゲーム、プレーオフ進出をかけた大一番。 HC 名古屋に勝って、別会場のソニーが北国銀行に負ければ4位以上が確定。3年連続のプレーオフが決まる。前半は互いに1点を取り合う展開が続き、同点で後半へ。後半に入って名古屋の勢いが増し、3連続ゴールを決められ3点のリードを許す。しかしここから怒涛の追い上げ。25番林、キャプテン原のゴールで1点差に迫る。取っては取られの展開が続くも、やはりホームゲーム、圧倒的な声援に後押しされ、林が連続ゴールを決める。
そしてスーパーセーブを見せるキーパーの花村。無尽蔵のスタミナで驚異的なディフェンスを見せる近藤。後半22分、エース多田のゴールでついに同点。さらに代わって入ったキーパーの岩見が神がかり的なセーブを連発。決定的な場面でのシュートを連続で阻止、追加点を許さない。そして最後は地元四日市出身万谷が逆転の決勝ゴール。会場のボルテージは最高潮に。最後は1点差を守り切って見事勝利。別会場のソニーが北国銀行に敗れ、バイオレットの3年連続3度目のプレーオフ進出が決まった。昨シーズン以上に苦しい戦いが続き、何度も諦めかけたプレーオフを全員の力で掴み取った。そして3度目のプレーオフ、駒澤での初勝利を目指してオムロンと対戦。今シーズン公式戦の対戦成績は2勝2敗と5分。スタートからオムロンに先行されるも2点以上離されることなく追いかける。主力メンバーがそれぞれ得点し、流れは悪くない。前半は互角の戦いを続き、1点差で後半へ。しかし後半、相手のゴールキーパーを攻略できず完全に失速。後半開始から14分間追加点なし。キーパー岩見が好セーブでゴールを死守するも追加点が奪えない。最後まで流れを呼び戻すことができず、後半は3得点。バイオレットらしいハンドボールは影を潜め、悔しい敗戦となった。この敗戦でバイオレットのシーズンが終わった。今シーズンたくさんの応援ありがとうございました。プレーオフで1勝するという目標をなかなか達成できずにいますが、来シーズンは必ず勝って日本一を取りに行きたいと思います。これからもたくさんの応援よろしくお願いします。ということで、今月も視聴者の皆様にプレゼントがあります。今月のプレゼントは選手全員のサインが入ったプレーオフ公式パンフレットです。5名の方にプレゼントします。ご応募お待ちしてます。新シーズンに入ってヴァイオレットにも新しい仲間が増えました。来月は新しいメンバーを紹介します。それでは皆さん、せーの、バイヴァイオレット。バイバイ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。また見てね。